はい、どうも、皆さんおはようございます。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、朝起きて立花隆さんの、事情聴取後の、動画を見ました。で、携帯がありませんっていうタイトルでちょっとね、笑ってしまったんですけど、立花さんの表情を見ましたね。見ました、みんな。これすごい軽率でこってりなんか絞られたなんか表情してるなって思いました。で、今回、立花さんにかけられた嫌疑が不正競争防止法違反と、あと威力業務妨害罪、この2個になるんですね。で、この2つじゃ、まだまだね、こう逮捕されるような案件ではないし、でかつ、容疑を認めてるっていうのも、材料としてあるので、その逮捕はね、多分ね、今後されることはないと思うんですよ。で、そのね、立花さん自身が何を言ってたか、ちょっと僕もね、こう全部こう記録してないので、ざっくりですね、こう毎日新聞にこう書かれてる内容だと、高等の代表として未熟だったことが原因で深く反省していると。明らかに、犯罪だろうと、しっかり、認めさせていただき、償うべき罪を償うと陳謝したって書かれてますね。で、その上で、党の代表を辞すべき問題であると感じているが、辞めることが責任を取ることではないとも述べ、辞任しない意向を明らかにしたと、書いてあるんですね。で、これ二瓶さんに対する、脅迫の容疑の時と全然なんかこう態度が180度これ違うということなんですけど、多分ですね、これ警視庁の、本庁がね、多分これ動いてる、事案だと思うんですよ。家宅捜索に入ったのは、代々木署らしいんですけど、これ、捜査一課が、動いてるんですね。俗に言う、警視庁では嫉妬と言われてる、部署で、これ捜査一課に属してるんですけど、どういう事件を、担当するかっていうと、組織的な振り込め詐欺であったりとか、であとは、立てこもり事件で、そういうところを担当しているということは、今回ですね、そういうことが担当してる、そういうところが担当してるということは、結構 NHK から国民を守る党がざっくりこう警視庁からマークされてる組織と。で、今回起こった事案に関しては、これ粗暴犯であろうと、粗暴なことだろうというふうに、認識されてるんだろうなというふうに、僕は見てますね。今後もちろんそのこれ僕取っかかりではないかなと思っていて、で他にも NHK から国民を守る党立花さんにかけられてる嫌疑あると思ってて、で今回あくまでこれ取っかかりだろうなと、でじわじわとこれから本丸にこう迫っていくんだろうなっていうのを、なんとなく認識しました。その理由としてはですね、不正競争防止法違反と、威力業務妨害、これ不正競争防止法違反では結構重たい罪で、でその10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金なんですね。で、威力業務妨害罪、これは結構ですね、適用されやすい、罪状なんですよ。でもっとなんかそのね、重たいところでもっとなんかそのやりやすいところでやるんではないかと。で、もちろんですね、立花さん、5億円のですね、お金を、借り入れしました。それが出資法違反になる可能性もあるんではないかと言われている中で、出資法でこう摘発するのって非常に難しい。でも、今回不正競争防止法で業務妨害罪、これはやりやすいであろうとこう警察の目論見でしょうね。もちろんその検察がね、動いてることもこれはもう間違いない話なので、今後ですね、検察、一通り、警察が捜査をして、これ立件するのかどうかっていう判断をし、でなおかつ、検察がね、起訴をするかどうかっていう、判断していく、これは結構ですね、長期的な、戦いになるんではないかなというふうに思ってます。で、僕のちょっと予想をですね、大きく僕の予想と全然違う今、N 国党側が動きをしてると。だからそういう意味では結構立花隆大先生が、メンタルにこうもろ来てるんじゃないかなっていうような、印象はかなり受けました。なのでですね、もちろんね、立花さん自身も、メンタルかなりこうやってる、やられてると思うし、で、警察の方に、こってりこう絞られてることはもうほぼ間違いないだろうなっていう。で、本当に本庁を出てきて、で、かなり多分ね、言われたんじゃないかなというふうに、僕自身は思ってますね。なので、今後ですね、捜査の進展が、どうなっていくかっていうのは、まだまだこう分からないですけれども、ただやっぱりね、まだ本丸っていうのは NHK から国民を守るとあると思うので、その本丸に行くまでのあくまで、
まあ、その取っかかりでしかないだろうなっていう印象は本当に受けましたし、で NHK から国民を守る党が、まあ、これはこうなんか変な意味で国家権力にマークをされてるわけではなくて、やっぱりね、あのちょっとこれやばいんじゃないのっていう団体として、ちょっとやばい団体として、まあこれはもうマークされてるということが、まあ今回の件で非常にまあ分かったと。で普通に考えて公党がね、不正競争防止法違反とか威力業務妨害の疑いとかでこれ家宅捜索受けることってまずないと思うんですよ。まあ例えば、まあ、選挙にこうねまつわるこう収賄とか、まあ、汚職とかでそういうものとかで、ね、まあ、政党本部とかでそれこそまあ政治家のこう事務所に入るっていうのは分かるんですよ。でもこれ不正競争防止法違反と威力業務妨害罪ってもろやってることがもう反社ですからね。反社だから NHK から国民を守る党は今回の件で反社会的なこう団体としてもうこれは警視庁から認識されたと見てもこれはおかしくないと。でこれはもう NHK から国民を守る党の支持者の方々にこう理解していただきたいことなんですよ。でここに関してはね、で NHK から国民を守る党はもちろん、ね、NHK とこうやってバチ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 やってますけれども、今回の件に関しては NHK に対して一線を越えてる内容だったりとかするんですよね。で、まあ、ネットのこうねコメントとかを見たりとかすると、まあ、その NHK にも問題があるんじゃないかっていうことを述べてます。でも NHK に今回の件は NHK にこう何も問題がないことだと思うんですよ。明らかに行き過ぎてること、で立花隆大先生がやったことっていうのは NHK の集金人から、ね、ナビタにあるで NHK の、まあ、顧客、ね、の、まあ、その個人情報を入手したっていう、これはもう不正競争防止法にもうもろ引っかかるような内容だったりとかするし、でこれはまあ社会通念的、まあ、道徳的にこれは許されることでは僕はないとは思う。でそういう政党を支持することが果たしてね、僕たちの生活を良くしてくれることなのかっていうのはこれ再考するべきだと思うし、で、まあ、当初 NHK から国民を守る党にこう期待してるこう支持者の方々も、まあ、いらっしゃると思いますけど、でも NHK から国民を守る党がこういうことをやっていけばどん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 自分たちのこう首を絞めていくことになるし、で最終的にね、まあ、その NHK から国民を守る党がまあなくなるということはまあ十分まあ想定できると思うんですよ。本当にもう国家権力っていうのはバカじゃないのでね、まあ、NHK から国民を守る党みたいに脇が甘いところっていくらでもこう探せばこうボロが出てくるわけですよね。もちろんそこのところをまあつっついていくのってもうこれ当然の話で、で本当にそういった中で、まあ、今回まあ立花隆大先生が、まあ、ある種ですね警察の方に白旗を上げたっていうのは、まあ結構珍しい出来事ではないのかなというふうにまあ思ってます。で、まあ、実際ですね、まあ、NHK から国民を守るとこれまでですね、まあ、そのサポートではないけれども、ね、アジテーションしてきた、まあ、ホリエモンであったりとかメンタリストディーゴ先生、これは結構僕は罪は重いんではないかなというふうに思ってます。でやっぱり立花隆大先生は、まあ、YouTube 上でね、まあ、ホリエモンであったりとかであとメンタリストディーゴ、先生とかそういう人たちを、まあ、上手にその自分の、まあ、ブランディングにこう使ってきたと。でそういった意味で NHK から国民を守る党はやばいよっていうことなんて事前にこう分かってたと思うので、そういう中で、まあ、そのNHK から国民を守る党のブランディングにこう加担してしまったっていう意味ではちょっとこれはね、まあ、おかしいなというふうに思うんだよね。でだからまあそういった意味で、まあ、今後もですね僕は NHK から国民を守る党と立花隆に関してはやっぱ追及していこうと、まあ、思うし、でまあ、今回ですね、まあ、警視庁の方々がちゃんとまあお仕事をやってくださったっていうのは非常にまあありがたいなというふうに思ってます。まあ、ぜひともですね、まあ、この件に関してはしっかりとこう立件していただき、で起訴していただき、ちゃんと罪を償っていただくっていうのが僕は、ね、理想ではあると思うんで、まあ、今後ですね、まあ、NHK から国民を守る党の地方議員の方とかね、いや本当に僕はねこれ身を案じてるんですよ皆さんの。なんで身を案じてるのかっていうと、じゃあ例えばですね、まあ、その公党であるこう NHK から国民を守ると、一般の方からですねトータルでこう5億円の借り入れ金をしてるんですよ。で自分がこう知らないところで、勝手になんかお金が動いてたりとかしてませんかって話なんだよね。でもしだからこう立花隆大先生 NHK から国民を守る党がお金返せなくなったりとかしたら、ね、結局、お金を貸した人たちは地方議員のところに来ると思うんですよ。でも地方議員の方々がもらってる給料って、まあ、最大で1年で1000万ぐらいだと思うんです。で少ない人で、まあ、600万700万ぐらいだと思うんですよね。
でもし仮にじゃあその NHK から国民モール等にお金を貸した方々から、まあ、その地方議員に対してこう訴訟を起こされたりとかして、で負けることになったりとかしたら、一気にこれ生活が破綻することになると思うんですよ。でプラスアルファ、ね、今後 NHK から国民モール等はすごくまあリスクがあることもやっていくと思うんですよ。なぜかっていうと、まあ、今回のことでこう反省、ね、してるけれども、まあ、多分また同じことを立花隆大先生がそう状態になったらやっちゃうと思うんですよね。でそこに片棒を担がされる人とかが出てきても僕はおかしくないと思ってて、でそうなったらこう自分の人生ある意味おじゃになっちゃうし、人生どころかまあ政治生命もそうだしね、でなってしまうんで、本当に僕はね、あの NHK から国民を守る党の党員の方々の身を案じるし、であとは支持者の方々、本当にこれね気をつけてこれ注視しないと、自分たちのこう生活がいずれこうぶっ壊されるようなことにこうなりかねないんじゃないかなというふうに僕は思ってます。でその短所がある種だから NHK の、国民守る党、 NHK から国民を守る党がやってるアンチ NHK ビジネスではないかなというふうに、思ってます。まあ、てなわけでね、まあ、本日の動画、ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思う方はグッドボタン、あと、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、みずきゃんでした。